ハロー、リブツーヘガ、グーテンタック。こんにちは、ドイツ文学の森。今日は第38回目です。本日もよろしくお付き合いくださいますよう、お願い申し上げます。昨年の9月に、ゲーテの恋、君に捧ぐ若きウェルテルの悩みという映画を、この番組で取り上げて以来、ずっとゲーテについてお話を続けてまいりました。けれども、前回も申し上げたように、ゲーテについてはまだまだお話しすることが残っております。そこで今回もゲーテについてお話を続けたいと思いますので、どうかご了承ください。ゲーテがその生涯で多くの女性と出会ったということはすでにお話ししました。しかし彼が何年も日常生活を共にし、結婚にまで至ったのはただ一人の女性だけです。今日はそのあたりのお話をしていこうと考えております。で、その女性の名前はクリスチアーネ・ヴルピウス。ゲーテよりも15歳年下です。1998年にクリスチアーネ・ウント・ゲーテ・アイネ・ウルシェルシェという本が出版されました。日本語に直すとクリスチアーネとゲーテ、ある調査となります。著者はゼイクリット・ダムという評論家、編集者、そして作家である女性です。2011年にクリスチアーネとゲーテ、詩人と生きた女性の記録という題で日本語訳が出版されていますが、本文だけでも669ページという大著です。著者のゼイクリット・ダムは現存するクリスチアーネとゲーテが交わした手紙を丁寧に読み、さらにいくつかの公文書館や古文書館を訪れて資料を調査し、それに基づき極力主観を排除して二人の関係の再構築を試みました。その結果、これだけの大著になったというわけです。ところで、ゲーテ研究家の間では、長い間、クリスチアーネという女性は全く重要視されていませんでした。というのも、彼女はゲーテとは身分違いの貧しい家庭の出身で、教養も備わっていない女性、ゲーテとは不釣り合いな女性とみなされていたからです。文豪ゲーテの人生最大の汚点とまで言われました。ところが、1990年代からようやく彼女に対する従来の見方に疑問が投げかけられ、文献資料の再検討と正当な評価の作業が始まりました。この作業の集大成の一つが今ご紹介したクリスチアーネとゲーテという著作なのです。そこでここからはこの大著の内容に沿ってクリスチアーネとゲーテの関係について検討していこうと思います。で、ゲーテは彼女をずっと愛しい小さな人、家の宝、台所の宝と呼んでいました。この表現にゲーテのクリスチアーネへの愛情の性格が現れているとひとまず申し上げておきます。もちろん、後に結婚して、正式に結婚してからは彼女を妻と呼んでおります。彼女はゲーテが所有する二つの家を切り盛りし、所有地一つ、家庭菜園二つを管理して、休みなく働きました。また、金銭取引や家計の管理も行いました。馬そりを操り、単身旅行の際には二丁拳銃を携行するという、活動的で勇敢な女性でした。しかしその一方で、4人の子供の相次ぐ死に苦悩し、生涯高血圧と腎臓疾患に苦しんだのです。彼女にとっては荷が勝ちすぎる役割を担い、周囲の抽象に傷つくこともたびたびあり、孤独感にも苛まれました。クリスチアーネとゲーテという本は、こうしたことを前置きとして伝えています。で、この本を読みながら私はこの二人の人物の個性と同時に時代背景とそれと密接に関連する貧富の差、身分格差を
痛切に感じて複雑な思いにとらわれたということをまず申し上げたいと思います。さて、クリスチアーネとゲーテの出会いにつながるクリスチアーネの側の前史プレヒストリーを少々眺めてみましょう。クリスチアーネの父は宮廷弁護士の息子として生まれ、イエナ大学に入りますが、2年で中退してワイマルで就職活動を行います。そして10年間も続いた活動の後に、やっとワイマル公国官房の書記官という職を得ます。結婚もして6年後にクリスチアーネが誕生します。1765年6月1日です。クリスチアーネが満5歳の時、母が29歳で死亡します。その3年後、父が再婚します。1774年のことです。ちなみに、ゲーテはこの年、1774年、カール・アウグスト公に会い、ワイマルへと誘われています。さて、クリスチアーネには、クリスチアン・アウグストという兄がいます。この兄は、少年の頃から絵物語を書いたりしています。1781年、兄はイエナ大学に入学します。翌1782年、父が職務犯罪に問われて逮捕されるという事件が起きます。17歳のクリスチアーネはすぐに嘆願行動を起こします。父は釈放されますが停職処分となり、その後解雇されます。ここで本日の第1曲目をお聴きください。リスナーのホリリンさんからリクエストがありました。シベリウスの交響曲第2番第1楽章です。春になるとこの曲の冒頭の部分を聴きたくなるとのことでした。確かに冒頭のメロディーは何かの始まりを連想させるところがありますね。本来ならば少なくとも第一楽章全体をお聴かせしたいのですが、時間の関係で途中までしかおかけできません。どうかご了承ください。ではお聞きください。ローリン・マゼール指揮、ウィーン・フィルハモニー管弦楽団の演奏で、シベリウス作曲、交響曲第2番、第1楽章。三角山放送局。ゲーテと結婚した唯一の人物、クリスチアーネのお話を続けます。クリスチアーネの父は、自分にかけられた権威に対して、異議申し立てを行いました。この件の最終決定は、ワイマル枢密評議会にかけられたのですが、ゲーテはその会議のメンバーでした。ゲーテとクリスチアーネを結ぶ線が、ほんの少し見えてきたようです。クリスチアーネの父の事件が起きたのと同じ、1782年、ワイマルの財務長官が、ずさんな財務管理及び公金横領の角で解任されます。その5日前、ゲーテは市内で一番美しい邸宅と称される新居に引っ越しています。そして、引っ越した翌日の朝、彼を貴族に列するという通知が届きます。加えて、空席となった財務長官のポストに就くよう、ゲーテはカール・アウグスト公に言われます。それまでもゲーテはワイマル公国の財政状態に触れる機会があり、カール・アウグスト公の浪費の一部を知っていたようですが、財政全体を監督する立場に立った今、ゲーテは国家財政を顧みない君主の浪費の現状をはっきりと認識するのでした。こうして上に立つ者と下にいる者との格差に向けられるゲーテの視線が鋭くなっていきます。で、ゲーテは友人にこう書き送っています。仮想で1年かけてようやく作り出されたものを上層部ではいつも1日で消費してしまうと。さて、クリスチアーネとゲーテという本にはベルトゥフという人物が登場します。この人物はワイマルの商工業の振興に情熱を傾け、
1780年、花飾り、リボン、レースなどの装飾品を作る女工養成工房を立ち上げます。その目的は、パリから輸入していた高価な布製の造花をワイマルで製造して地域経済を盛り上げるというものと、中流市民の娘に技芸、手工技術をつけさせて収入の道を開いてやるというものでした。そしてクリスチアーネも家計を支えるために花工房ブルーメンファブリックと名付けられたこの工房で働いていたようです。で、花工房で働く女性の偏見もありました。女性の美徳が損なわれる、嫁に行けなくなる、家事に役立たなくなる、などと言われたのです。で、こうした声は、若い女性が職業に就くことが、この時代、いかに尋常でないことで、世間を騒がせ、嘲笑の的になったかを物語っています。さて、財務長官となったゲーテの方に目を向けてみましょう。彼は権力を執行する立場になって、それまでも感じていたであろう、自己の分裂状態をひしひしと思い知らされたようです。財務長官になった翌年、公人、公人、公人としてのあり方と詩人、ポエットとしてのあり方の分裂をゲーテはこう語っています。今は枢密顧問官と私のもう一つの自我を異なるものとして分けております。私は私の政治的、社会的生活を私の倫理的、私的生活と完全に分離しました、と。ゲーテは自己保存のために、いわば二重人格の存在となった、ということです。しかし、当然そこには葛藤が生まれます。そして、この葛藤の中で、権力の側にある、ということが、自分の本来のあり方を根底から脅かしている、という実感が、どんどん強まるのでした。で、考えてみれば、ゲーテが心の拠り所とするシュタイン夫人も、彼に秩序内の存在であることを求めるという意味では、結局権力側の人物だったのです。こうしてゲーテの中に逃亡への強い要求が生まれてきます。1786年のイタリア行きの背景には、どうやらこうした事情があったようです。話をクリスチアーネの方に戻しましょう。1786年3月、クリスチアーネの父が死亡します。兄のクリスチャンは大学卒業後、文筆活動に没頭していますが、生活は苦しいままです。ちなみに彼が書いた小説、騎士、パルメンドーの冒険の出版に際して、ゲーテが何らかの支援を行った可能性が指摘されています。1788年5月、兄クリスチャンは自分の本の出版並びに就職の可能性を求めて南ドイツに旅立ちますが、その際、就職嘆願書をゲーテに渡してくれるようクリスチアーネに依頼した模様です。その一月後の6月18日、ゲーテはワイマルに帰還します。イタリアでゲーテは自分は生まれ変わったと実感するのですが、その彼はイタリア滞在の終わり頃、初めてある女性と関係を結びました。ファウスティーナ・アントニーニ、ローマの女性で未亡人です。ゲーテはその体験について、気分が一新し、肉体が素晴らしいバランスを取り戻したとカール・アウグスト公に書き送っています。帰還に先立って彼はさらにカール・アウグスト公に財務局長官と軍事委員会、そして道路建設委員会の職を辞することを願い出ます。芸術家であり客人であるという立場に戻りたいと希望するのです。ただし、パトロンとして援助してほしいともアウグスト公に願います。さて、ゲーテがワイマルに帰還して間もなく、クリスチアーネは兄の就職嘆願書を持ってゲーテの前に現れます。
ゲーテは一目で彼女のことがすっかり気に入ったようです。二人はすぐに恋人同士になりました。ここで本日の第二曲目をお聴きください。When the snow melts, 雪が溶けるとき。これもホリリンさんのリクエストです。マニュス・ラニーという音楽プロデューサーであり、いろいろな楽器の演奏家であり、歌手でもあるというマルチな人物が作曲したケルト音楽です。今日はアイルランド出身のナイジェル・カメロンが奏でる縦笛と、イングランド出身のジュリー・カメロン・ホールが演奏するバイオリンの合奏でお聴きいただこうと思います。ではお聴きください。When the snow melts, 雪が溶けるとき。放送局。クリスティアーネとゲーテが恋愛関係を結んだというところまでお話ししました。二人の関係はほぼ9ヶ月間ワイマルの人々には秘密にされていました。その理由は言うまでもなく、二人の身分があまりにも違いすぎるということです。またそこにはゲーテの社会的な制約にとらわれずに自由恋愛の世界に浸りたいという願望もあったのかもしれません。しかし、1789年の春、二人の関係がついに知れ渡ってしまいます。ヘルダー夫妻をはじめとして、ゲーテが信仰を結ぶ人々は、例外なく呆れ返り、憤慨します。とりわけ、シュタイン夫人の怒りは並外れていました。クリスティアーネとゲーテの著者はそれについてこう書いています。彼女は10年の歳月をかけてゲーテを最高の男性に育て上げたと信じきっていたのに、その彼が身を落としていくのを知り、ゲーテに対する自分の教育事業の挫折を悟ったと。彼女は憤ると同時に深く傷つきます。重い病を持つ夫が頼りにならないシュタイン夫人の人生において、ゲーテはかけがえのない存在でもあったからです。ところで、ゲーテはクリスティアーネのどんなところに惹かれたのでしょうか。クリスティアーネとゲーテではこう説明されています。幼年期、青年期のゲーテの女性観を形成したのは二人の女性。つまり彼の母と妹である。この二人は対照的な性格で、妹は理知的であるのに対して、母は知的というよりはむしろ情感豊かで明るい性格の女性であった、と。つまり、クリスティアーネはゲーテの母によく似て、明朗快活、かつ控えめで、要求がましいところがない女性だったのです。クリスティアーネだったら自分に無条件の愛情を注いでくれるとゲーテは直感したのかもしれません。そして要求がましくないということは、詩人として生きたい彼が仕事の自由を確保できるということを意味していました。このようにゲーテはクリスティアーネに母の姿を重ね合わせたようですが、ゲーテの母こそ、ゲーテの周りの女性たちがこぞってクリスティアーネを貶める中で、彼女を気に入り、変わることなく彼女の味方であり続けた人物なのです。さて、二人が知り合った翌年の夏、ゲーテはクリスティアーネが身ごもっていることを知ります。ゲーテは、彼女を自分の屋敷に引き取って同棲生活を始めます。しかしゲーテは結婚という形でこの関係を社会秩序の中に置こうとはしません。クリスティアーネとゲーテはその理由について、ゲーテの中にクリスティアーネを正式な妻にすることへの躊躇があったのではなく、ゲーテにはキリスト教道徳への抵抗感、そして結婚に対する嫌悪感があったからだと断言しています。またそこには先ほど触れたように、
芸術家としての自由を確保したいという願望もあったのではないかと推測されています。1789年12月27日、男子が誕生し、アウグスト・ベルターと名付けられます。ところで、クリスチアーネとゲーテとの間には、さらに4人の子供ができるのですが、第2子は死産。あとの3人は生後数日で死亡しています。クリスチアーネとゲーテでは、この事実について、次のように説明されています。今日の医学によれば、クリスチアーネとゲーテの間には、いわゆる RH 因子による血液型の不適合があったようである。この推測は第一子が健康に生まれていることによっても強められる。両親の血液型の不適合性は第二子から始まり、新生児にあって敗血症、胎児赤芽球症となって死に至る。今日では血液交換の処置により新生児の命は救われるのだが、無論当時は不可能であった。さて、クリスチアーネは実質的なゲーテ家の主婦として、海外しく家事を切り盛りし、来客の接待の準備をします。けれども、彼女自身が来客の相手をしたことはないようです。彼女がひたすら裏方に徹したのは、彼女が差別されたというよりも、むしろ自然のままの彼女を社交界で歪めたくないとゲーテが思っていたからではないかとも推測されています。それに彼女自身にも社交の表舞台に出たいという気持ちはなかったようです。息子のアウグストが成長してくると、息子がヘルダー家、そしてシュタイン夫人とのつなぎ役を務めるようになります。そしてこれは効果的だったようです。二人の生活が6年ほど続き、生活が落ち着いてくると、フリードリヒ・シラーと親交を結んだこともあって、ゲーテの創作意欲は大いに高まってきます。しかしそれに伴って、これは男女を問わず、詩人や芸術家にはよく見られる例なのですが、ゲーテには孤独が必須のものとなります。ゲーテはシラーに、自分は完全に孤独にならないと書けない。愛する人々や尊敬する人々が家にいるというだけで、私の詩の泉が脇へ逸れてしまう、と書き送っています。その結果、愛する人がしばしば留守にする家をクリスチアネが守るという生活形態が生まれてきました。ここで本日の第3曲目をおかけします。エイブリル・イン・パリス、パリの4月。作曲はミュージカルの作曲家として数々のスタンダードナンバーを残したバーノン・デューク。作詞はオーバー・ザ・レインボー、虹の彼方にの作詞で知られるエドガー・ハーバーグです。1932年のブロードウェイミュージカル、Walk a Little Faster、もう少し早く歩いて、の挿入歌として世に出て人気を博し、瞬く間にジャズのスタンダードナンバーとなりました。歌詞をご紹介しましょう。パリの春、栗の木が花開き、休日にはその下にテーブルが並ぶ。パリの春、この感覚は誰も繰り返し味わったことがない。私は春の魅力を知らなかった。魅力を目の当たりにすることがなかった。私の心が歌えるなんて知らなかった。温かい抱擁を恋しがったりしなかった。パリの4月まで。誰のところま行けばいいの？あなたは私の心に何をしたの？パリの春はやはり恋がつきもののようですね。多くのバージョンがある中で、今日はサラ・ボーンの歌でお送りしたいと思います。クリフォード・ブラウンのトランペットが伴奏をしています。ではお聴きください。エイブリル・イン・パリス、パリの4月。
山放送局。ゲーテは創作活動のための時間をできるだけ作り出そうとしますが、それは同時にクリスティアーネの孤独の時間が増えるということでもありました。そこでゲーテはクリスティアーネのためにできる限りのことをします。経済的な心配をかけないように配慮するのはもちろんのこと。クリスティアーネの装飾品や衣装にも気を配ります。また、二人の同棲生活が10年目に入る1797年にゲーテは遺言状を作成して息子を相続人に指定し、クリスティアーネに資産の使用収益権を与えます。こうした形で彼女を法的に保護したのです。さらに1801年には満11歳の息子アウグストを嫡出自として認知します。当時、正式の結婚によらない子供は嫡出自として認められなかったのですが、カール・アウグスト公の特別の恩情によってこの認知が実現しました。かくしてアウグストは正式にゲーテ姓を名乗ることになり、翌年公爵夫人の誕生を祝う仮装舞踏会で子役として社交界にデビューします。この前後の頃からクリスティアーネは時折体調不良を訴えるようになりますし、ゲーテの方も病気になることが増えてきます。1800年代初頭はナポレオンがヨーロッパを席巻していた時代です。1805年12月にはフランス軍がロシア・オーストリア軍を破り、西南ドイツ連邦の諸邦を連合してライン同盟を成立させます。翌1806年8月に皇帝フランツ2世は844年間続いた神聖ローマ帝国の終焉を宣言します。しかしプロイセンは10月14日、単独でフランスに宣戦布告します。けれども、イエナ近郊における戦闘でプロイセン軍はあえなく撃破されてしまいます。ワイマルの町は大混乱に見舞われます。夜になって勝ち誇ったフランス軍が現れ、市内に火を放ち、略奪を始めます。市内で難を逃れた家はほとんどないという惨状でした。ところが、ゲーテの家だけは最小限の被害を被るにとどまりました。この事実の説明として、フランス軍兵士が家に乱入してきたとき、クリスティアーネは文字通り命がけで彼らに対応し、ゲーテの身を守った、とこれまでは伝えられてきました。しかし、クリスティアーネとゲーテは、この件についてのクリスティアーネの言葉は何一つ伝えられていないし、ゲーテもその経緯について一言も述べていない、と書いています。実際はどうであったのかについて、にわかに判断はできません。ただ明白なのは、この恐ろしい体験を経て、ゲーテが一つの決断を下したということです。恐怖体験の3日後、彼は宮廷牧師にクリスティアーネとの結婚の意思を伝え、その手続きについて相談するのでした。その2日後の10月19日、二人は教会で正式に結婚式を挙げます。かくして、18年にわたる内縁関係を経て、クリスティアーネは、ゲーテの正式な妻となりました。結婚の知らせを受け取ったゲーテの母は、大喜びで二人を祝福します。二人の身近な友人たちも結婚を喜ぶのでした。しかし、それ以外の人々には、概して喜ばれませんでした。略奪と混乱のさなかに、前の日には死体や負傷兵が横たわっていた教会で、挙式するとは何事か、
というわけです。ゲーテがこれほどまでに婚姻関係の合法化を急いだのは、14日の夜に味わった恐怖が原因だろうと推測されています。恐怖体験の中で、カール・アウグスト公に依存している自分の生活の基盤が今や極めて不安定になっているということを強烈に実感したからではないか。あらゆる封建体制が解体していく中で自己保全を図るには、婚姻についても規定している新時代の民法、コードシビルを重視して、その上に生活を秩序づけることが必須だとゲーテは考えたのではないかということです。ここで本日最後の曲をお送りします。エマ・ショーコ作詞、ダン・イクマ作曲の花の街、1947年の歌です。実はこの歌は高校時代の音楽の教科書で私が最初に出会った曲です。当時は一応体育会系の硬派だった私はなんだかめめしい歌だなと思いました。ところがその後この歌の成立事情を知って考え直した次第です。この歌は戦後の瓦礫の山と化した国土を前にして苦しみや悲しみを超えて平和で美しい街ができることを願う歌なのでした。ノスタルジーに浸りながらこの歌をお送りしたいと思います。では、安田翔子と由紀沙織の歌でお聴きください。エマ翔子作詞、ダン・イクマ作曲の花の街。三角山放送局。ゲーテと結婚したクリスチアーネは正式に社交界にデビューし、その後10年間、枢密顧問官夫人、さらには国務大臣夫人として過ごします。その間もクリスチアーネは様々な問題に直面しつつも、海外しく働き続けます。しかし、1815年になると、彼女は何度か脳卒中の発作を起こすようになります。それでも彼女は、家事万端を取り仕切ることをやめようとはしませんでした。結局クリスチアーネは1816年6月6日、脳卒中のため51歳の生涯を閉じます。以上が文豪ゲーテと28年間生活を共にしたクリスチアーネの人生のあらましでした。彼女の人生が幸せであったかどうか、それについての判断は簡単ではないでしょう。彼女はゲーテと出会うことによって、それまでの貧困から救われました。愛情も獲得したということもできるでしょう。にもかかわらず、クリスチアーネは身分違いの結びつきに対する誹謗中傷にさらされ、また、詩人としての自由をどうしても必要とするゲーテとの生活でひどく苦しみました。クリスチアーネの人生の評価は彼女の手に委ねるしかないのですが、つい私の目に留まってしまうのは当時の社会に存在する貧富の差であり、社会全体がその差を自明視している、当たり前だと思っているという状況です。フランス市民革命に始まる新時代、新しい時代の波がドイツに、あるいはワイマルに押し寄せているとはとても言えません。資本主義も未発達です。ましてや階級闘争という観念などまだまだ遠い先のことです。ゲーテの場合はドイツ人としては特殊なケースだと言えますが、それでもクリスチアーネとゲーテの生活は当時のドイツの今述べたような政治社会状況を十分に映し出していると思います。さてもう少しお話を続けたいところですが、
そろそろ終わりの時間が近づいてきたようです。で、次回は、今日積み残したことを少々お話してから、ゲーテのワイマルでの体験が刻み込まれていると思われる戯曲を2、3検討してみたいと思っています。ウェルテルの作者の変貌の様子がわかるのではないかと思います。では次回もぜひお聞きください。Also, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.